な、ほんと。で、雲外三面鏡はね、あそこにある。上にある。なんか最近雨率高いよね、なんか。やだわ。ゲームの中とはいえ、やだ。ゲームの中とはいえ、嫌です。雨ばっかり。ここ。よし。はい、お願いしまーす。オナシャス。どこに出るんだろう。ケマモトか。あ、そっか、こっちに出れるんだ。オッケー。やっぱこっちの BGM ほんと神だわ。マジで神 BGM は。神 BGM はってなんだ。これとなんだっけ。あ、そっか、赤鍋か。赤鍋もいないもんな、全然。4匹言ってたけど。まだゼロかな。まずは、商店街の方行こうか。あ、そうだ、松茸の人もいたね。忘れてた。松茸の人もいた。持ってきたよ。買ったぜ、松茸。よいしょ。その輝きは、これが松茸か。わしによこすんじゃ。まあ、いいか。どうぞ。高いんやぞ、これ。確かにうまそうじゃ。今、うまそうと言ったの。ねえ、わしらの勝ちじゃな。山の幸の勝利じゃ。これからは山の幸松茸の時代じゃな。まずは獣本村にでも行って、一大ブームメントを起こしてやるかの。海の幸も、もはやここまでか。いやはや坊主よ、ありがとうの。返せよ、もう。どうでもいいから、そんなこと。そんな、どうでもいいから返してくれ。松茸を。まあ、黄色いコインと引き換えってことで。まあ、な、手を打とうか。うん。もうめっちゃ高いんやからな。で、今、金欠やから、買えんやぞ、もう。もう買えんやぞ。この。ふん、もう。暴言しか出てこんわ、もう。で、まずはこっち。商店街。入っていきます。こっちね。わあ、クエストめっちゃあるな。とりあえず、伺っていこうか。ここっておもちゃ屋だっけ？何言ってるの？駄菓子屋だよ。違うんだ。そんなにうまくはいきませんか？別の場所探しますかね？でも、おもちゃならないわけじゃないよ。駄菓子屋のくじでね、2等がおもちゃだったの。あたし、当たったの、すごい？すごい！これ、男の子用なんだ。もしかしてそれいらなかったりする？あげてもいいよ。やってやってつえ。ただじゃダメだよ。お菓子がいいな。それと交換、すっごい美味しいスナックがいい。だってここのお菓子全部食べちゃったんだよね。だからここに売ってないようなやつね。エテ君チャンスです。おお、持ってるよ。いっぱい買ったよ、スナック菓子も。ウィ。うん。お、バリウムスナック。どう？美味しそうな名前。オッケー、なんかラッキー。やっぱ買っといて損ないね。うん。ありがとう、大事に食べるね。何、大事に食べる。なんか初めて聞いたわ、それ。じゃあね、あたしからもこれね。使ってないやつだから、ピカピカだよ。ありがとう。お、レトロな、綺麗なおもちゃ。これで、あ、これで感知のやつはオッケーなんだろうな、多分。おい。いらっしゃいませ。君もお食事？だったらぜひ、小梅食堂ですごく美味しいわよ。ごめんなさい、通りかかっただけなんです。そう、お腹が減ったらいらっしゃいな、サービスするわよ。サービス、サービス！小梅食堂の看板娘ということは、この方が若い頃のおばあさんですね。超綺麗やないか。現代に連れて行きましょうか。簡単に言うけど、どう説明するの。
おじいさんが会いたがってると。ダメだって、そんなの信じてもらえないよ。過去の人を現代に連れて行くなんてよくないよ。そうだよ。そうだ、それはそうだ、うん。そうですか、でもおじいさんは会いたがっていましたし。そうです、こんな時こそ妖怪の力を借りましょう。モノマネキンは持ってねえよ。あの、よく出てきたじゃないか、モノマネキンって。あの、夜の学校にいっぱい出てくるやつだよ、それ。うん。たまにはですか。そうそう、夜の小学校ね、うん。とりあえず連れて行きましょうか。なるほどね、ここにモノマネキンを連れてこなきゃいけないのか。ってことはまた来なきゃいけないな、ここ。おもちゃってさ、ここでしょ、入れないの、ここは。入れない、入れない、臭いな。おい、一生そうやってろ、もう一生やってろ。あ、お肉屋さんだ、ここ肉屋なんだ。あ、肉はいっぱい持ってる。ちょっとね、寿司が欲しいんだよな。うん、あ、野菜は持ってないかも、全然。けどあんまり買えないんだよな。5個ずつぐらいにしようか。あ、タケノコは、あ、松茸は無理。松茸を買うほど今経済的余裕がない。もう入れるところはなさそうだな。現代だけか、自由に入れるのは。よし、ってことで、次は銚子堂だよね。ちょっと待ってね、銚子堂の場所だけ出すわ。これ銚子堂下。モノマネキン捕まえなきゃな。下じゃねえよ、上じゃねえか。これモノマネキンじゃない、これ。違います、こっち。場所も変わんないんだったっけ、一緒だったっけ、なんか違うかってイメージが。うん、一緒だね。よいしょ。おい、ジジイ、妖怪ウォッチの改造頼むわ。いらっしゃい、ようこそ銚子堂へ。お前たちか、わしに何か用か。腕試しをしに来たんだ。腕試し、何のことだ。ウィスパー、腕試しって言えば話が通じるんじゃないの。私もそう思っていたのですが。何をこそこそ話しているんだ。お前たち自分の実力を試したいのか。喧嘩なら買うぜ。そうそう、そうなんだよ。まあ見たところなかなかやるようだが。そうだな、今から言う3匹の妖怪でも倒してきたらどうだ。結局このパターンでしたが。どうかしたのか。何でもないよ。それよりその妖怪はどんなやつなの。ああ、エンラエンラとカラカサ魔人にフサフサンの3匹だな。エンラエンラとフサフサンはケマモト村にいたと思うぞ。確か、棚田の跡地と正面岩のあたりにいたはずだ。それからカラカサ魔人は桜町の、中井戸通りだったかな。なかなか強い妖怪たちだが大丈夫か。エテ君、とにかく倒してきちゃいましょうか。そうだね、きっと今回もうまくいくよ。油断するなよ、なんせランクの高い妖怪はそれだけ危険だから。だよね、分かっておるならいいんだがな。行ってくるよ。よし、行こう行こう行こう。うん、ここなんかないの。これなんもないか。長花はいないな。あ、もう、あ、一応出てるね、もう全部。よし、そのまま倒しに行こう。で、できればちょっとキュッピーのところに行きたいな。ちょっとワンチャンキュッピー先行きたい。で、メインメンバー連れて行きまーす。さすがにちょっとな。妖怪入れ替えます。そうだな、とりあえずキュン太郎はとりあえずいいか。おにぎりはね、進化させなきゃいけないので。
おばあちゃん、おばあちゃん行こう。うん。で、あともう一匹誰だったっけな。思い出し。ランク順にしよう。三面鏡。三面鏡だな。よし、これでいいや。で、ちょっと並べ替えしようね。こうしてこうだね。これが一番おにぎりを出さないこの構成ね。うん、おにぎりを絶対に出さない構成。よし、オッケー。で、装備変えとこうね。持ち物で、ばあちゃんと、ばあちゃんと運がいいだから、まあ両方とも揚力上げる系がいいかな。揚力上げる系。そうなるとやっぱり指輪なんだよな。これ。守りは避けたくないよな。うん、これでいいか。おにぎりはね、この剣持てるからね。逆転の剣。うん。逆転の御剣。もうそれ変わってきてるから、もう。それゲーム変わってきてるから。こっち？あ、こんなとこ入れたんだ。あ、こんなとこあったんや。知らん知らん、こんなとこ。とりあえず探索ね。お、経験値玉。アイテムはね、そんなにいいの落ちてないからな。こいつは誰だったっけ、ヤマトだったっけな。いたね。よし、スタミナム。証券検知だな。よし、これはなんか強そうだね。よし、行こう。カラカサ魔人、おめでとうございます。何がめでたいかって、わしがお前に勝つことでよ。ふ、返り討ちにしてやる。よし、技使いまくれ。もう技ガンガンいくれ。で、もうそろそろジバニャンのね、技もコマニャチに変えよう。うん、もう敵単体系しかなんか出てこない気がする。ボスは勝て。めっちゃ硬いやん。えらい硬いな。これは仲間なんのかな、ちなみに。あ、使えないわ。相手には使えない。よし、行け。なんだろう、防御してたんかな。わあ、結構痛いな。いいダメージだ。撃っていくよ、どんどん撃っていくよ。やっちゃってくれ。あ、久しぶりに見るな、雲海三面鏡。久々だ。あ、また飛んでる。もうこの必殺を打とうとした時に絶対飛んでくるからな、あれ。間に合わないんだよね。おっしゃい。ちょっとやばいな。
あー、ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃんの必殺は回復だからの。これで、2体とも狙われなくなったっていうやつですね。この影オロチの取り付き効果で、ジバニャンと百鬼姫は今ターゲットから外れております。うん、そういうね、そういう戦術っていうか、そういう仕様を なんで攻撃するの、なんで取り付かれてるのにジバニャン叩くの。聞いてねえよ。もう一回見直しとくわ、ちょっと影オロチの能力。よし、お、妖術星3。うん、オッケー、1匹目完了。では2匹目いきましょう。